川崎重工が手掛けている P1 哨戒機の実戦配備が着々と進んでいるみたいだね。川崎重工は日本を代表する企業の一つだから、期待もひとしおだよね。そうだな。だが、今なお海上自衛隊の主戦力として運用されている P3 哨戒機も忘れちゃいけないぜ。P3 哨戒機は退役後は南シナ海周辺諸国に譲渡されるって話も上がっているみたいだね。今まで日本の平和を守ってくれてありがとうって言いたいね。そうだね。さて今回はそんな川崎重工製の P1 哨戒機についてと、原子力の P3 哨戒機について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2013年から海上自衛隊に実戦配備が始まった国産の P1 哨戒機が徐々にその数を増やしつつあり、2017年度までの予算上でも39機の調達が決定しており、最終的には70機前後になると見積もられているよ。P1 哨戒機は防衛省と川崎重工業が企画開発した大型のもので、全長38メートル、全幅 35.4 メートル、全高 12.1 メートルの機体であり、最大離陸重量 79.7 トン、巡航速度 833km 毎時で約 8000km の航続距離を誇るんだ。この機体には国産の IHI 社製の F70 型のターボファンエンジンが4機搭載されており、アメリカの最新鋭の P8 哨戒機等がエンジン2機と比較しても、メンテナンスや経済性より生存性を優先されているみたい。日本では P1 哨戒機を開発したことと並行して防衛装備品の輸出規制が緩和されたこともあり、依然主力としていた P3C 哨戒機を保有するイギリスやニュージーランド、ドイツ等に向けて売り込みを試みていたね。しかしどこの国も米国産 P8 哨戒機が選定され、現在まで日本政府が推進してきた P1 哨戒機の輸出は惨敗しており、その最大の要因は本機の生産コストの高さがネックだと考えられているぜ。日本の製品は品質が高いことと同じくらいコストが高いことでも知られているから、今回はそれが顕著に現れてしまったってところかな。日本でも P1 哨戒機以前に調達をしていた機体は各国と同様で、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の P3C 哨戒機だけど、これは全世界20カ国以上でライセンス生産を含み750機以上が製造されたようだね。海上自衛隊ではロッキード・マーチン社からまずはじめに3機の P3C 哨戒機を調達。これに続いて川崎重工業が107機のライセンス生産を行い、事故での損失などもありつつも同時に最大で100機ほどを運用してきたよ。新型 P1 哨戒機は、総数70機ほどの調達が計画されているが、単純な機体数で比較してみると、30% ほどの少ない約30機という数で同任務を実施しようとしていると言えるな。これは本機の機体性能への向上が大きく寄与しており、整備実施規定上のこととらえ、1000km 以上への航続距離のエンジンとそれに伴う連続での任務従事時間数が増加したことが最大の理由と言われているぜ。しかし世間でも知られているように、旧ソ連海軍は米海軍の空母打撃群のような強力な水上戦闘艦隊は持っていなかったので、P3C 哨戒機の任務自体も旧ソ連の潜水艦を対象とした対潜哨戒だけだったんだ。旧ソ連が1991年に崩壊したことで、それまで対潜哨戒任務として運用されてきた P3C 哨戒機の立ち位置が変化し、以後は今に続く日本海方面での北朝鮮を主とする不審船対応や南西諸島監視に重きを置いているんだ。海自の対潜哨戒能力は、こうした冷戦構造機の必然性より培われたものであり、それに特化した P3C 哨戒機、そして海中の潜水艦隊の2本柱によって、アメリカから求められたものだったと言われているね。さて2021年3月時点で全国に44機残る P3C 哨戒機だけど、北から青森の八戸、千葉の下総、神奈川の厚木、山口の岩国、鹿児島の鹿屋、沖縄の那覇という6つの航空基地の飛行隊に分散配置されており、各地での任務に従事している最中だよ。この中でも千葉の下総航空基地には教育航空群の第203教育航空隊が置かれており、ここは実際の任務ではなく、搭乗員の育成を図り、全国各地の基地への人材の教室を行う拠点として活動しているんだ。また他にも鹿児島の鹿屋航空基地で使用する機体を全て新型の P1 哨戒機に変更する可能性があり、その場合には P3C 哨戒機の配備拠点としては終了することが見込まれているぜ。このように徐々に退役しつつある海上自衛隊の P3C 哨戒機だが退役後の有効利用策としては、高価な哨戒機の調達に苦労している発展途上国など、第三国への譲渡や移転などが対象国と日本との間にいくつか持ちかけられているね。
その候補として今南シナ海において中国の海洋進出に危機感を抱いているフィリピンであったけど、性能的に優れた P3C 哨戒機もその高価なランニングコストや運用の難易度の高さから実現には至っていないんだ。また同じくマレーシアでも日本からの P3C 哨戒機の斡旋を検討しており、こちらは日本から見て対中国の牽制目的でもあり、無償での譲渡を両国で協議しているとの一部で報じられているな。ただし会議の P3C 哨戒機をそのまま引き渡すということは、搭載されている対戦哨戒用のレーダーなどの主要装備が日本の従来の防衛機密に抵触するためとても難しく、それらを完全に撤去して譲渡するしか手段がないと見られているぜ。そのまま渡しちゃうと、日本にとってはデメリットしかなくなっちゃうからね。哨戒機本体そのものは無償とはいえ、マレーシアにとっては最も必要な部分が手に入らないということを意味しており、それならばフィリピンのように安価な新造機を選択することも必要ではないかとも思えるね。ちなみに1976年に戦後日本でも最大の汚職事件として田中角栄前首相の逮捕にまで及び衝撃を与えたロッキード事件と、当時同社が生産していた P3C 哨戒機とは密接に関係していたとも言われているが真相は明らかになっていないんだ。あのロッキード事件は同社の民間用旅客機 L1011 トライスターをアメリカが日本に大量に購入させるため、同社が引き起こした収賄事件として世間に知られることになったが、当時国産化案もあった哨戒機調達を P3C 哨戒機に変更する内容も含まれていたという記事の掲載があったね。これはロッキード社の日本での代理人も務めていた当時の総合商社マルベニの航空課長や、アメリカのリチャード・アレン国家安全保障担当補佐官の証言に見られる内容であり、米国家戦略とも合致していた点がこの事件の鍵を握っていたんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも動画を見てくれてありがとう。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